表しよう。自分は、マフラーが、いやー、バラスは何でするんですわ。下側行こうか。下側だとね、手この距離に効いちゃいますからね。悩み中。はい、ということでね、今日は前回さっちゃんこれやったんだけど、今日はこれ、これ聞いて、このガラス、フロントガラスとリアガラスってあって、420、これフロント、これがこっち、前回さっちゃんが作ったのこっち。で、これ木の切り出しといて、切り出しといて、これ見て、さっちゃんそっちやってや、うん、で、これはこの仕様にしてるのは、保健所では絶対いるんですよ。いるんですけど、作業中にこんだけしかまだ開かないって、まあ、めちゃくちゃ暑くて死んじゃったらいけないんで、キッチンカーの人って外す人が多くて、ガラスをね、まあ、そういうわけで簡単に外せるように、まあ、工具使わないと外せないものは素人の人は無理だと思うんで、こんな感じにしてます。はい、これで一応ガラスができました。あとはね、穴を、まあ、こっちつけてもいいですし、とりあえずこんな感じで、こっち側のガラスもスムーズに開くようにしてます。で、次に、提供棚ですね。これを、で、このまま売ってもいいんやけど、このまま売ってしもたら雨漏り、まあこれあるから、まあ雨漏りせんけど、まあ電気は危ないから、ここをコーキングします。
大体この天ぷら。あとはこのまま。OK、であとはきれいに拭き取ったらバッチリです。はい、でもう2枚あるから同じようにこれをやっていってください。これで、オッケー、お、うまいうまい、どうぞ。これ肩立ってるやろ、これ肩って言うんやけど、ここも流さなかったんで。
カツカツ普通のアップがこれだ機械な遠心力もあるからこう特に思ったうまい。上手上手。じゃあもう二枚行こうか。もう二枚行こうか。いやーさっちゃんやれねえから。まあ一回で。でこう出てるやん。これをまだペーパーで取るね。ちょっと機械どうぞちゃん。どうもな、うん。この子が重いの。重いやな。
ングやてかしい、そう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 、うん、そこは隙間が空いてないとあんま押されすぎたらクリアンスよ、まだ上固定してないから、それしといたらギシ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 音しないから、ほんで、こう巻くのこう来たら斜めになっちゃうから、うん、そうそうそう、もうちょい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 上、上をこっち振らないから、そう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 、ああ、こうだ、固定しよう、うん、まあ、後ろから押さえといてあげるわ、これここかわさなあかんのと、こいつがここにきれいにかわさんとぶち当たるから、すげえ、これロックしなかった、ふっ、計算されてる、あと上固定したらテーブルパチャンと折るから、あれみたいな、さっちゃん、だいぶできてきたな、2台セット、
さっちゃんよう働くわ。